さあ、それではお待たせしました。お家でできる至極のナポリタンレシピ公開です。今回は簡単にできるようなレシピにしましたので、ぜひみんなで作ってみてくださいね。それでは材料はこちらです。はい、材料1人前、パスタ 100g、 1.8mm 前後、温泉卵1個ですね。そして、バター 12g、 オリーブオイル大さじ1、ケチャップ 50ml、 白ワイン 10ml、 めんつゆ 20ml、 ストレートのめんつゆでお願いします。そして、パルメザンの粉チーズ大さじ 1.5、 塩コショウは少々です。そして仕上げにドライパセリ、粗挽きブラックペッパー、粉チーズを用意しておきましょう。この粉チーズもパルメザンで大丈夫です。それではいざ作っていきましょう。さあ、まずは麺を茹でます。ここで一つポイントです。少し固茹でにします。Gトリップの時はだいたい30秒ほど早く揚げていました。まあこれなんですが、いろんな麺でやってみるのも楽しいでしょう。Gトリップで使っていたのは乾麺ですが、生麺なども面白いと思います。茹でている間にこちらの準備をしてください。さあ、こちらバター 12g、 ケチャップ 50ml、 白ワイン 10ml、 そしてめんつゆ、ストレート 20ml、これを合わせたものを A としておきます。バターは別に溶かさなくて大丈夫です。さて、麺が茹で上がったらザルでしっかり湯切りします。この時に、水分が結構残ってると後で味がぼやけてしまうので気をつけてください。続いてはフライパンの準備です。さあ、行くぞ。中火ぐらいで熱したフライパンにオリーブオイルを入れます。絶対弱火にしないでください。弱火にするぐらいだったら強火で大丈夫です。そこに茹でた麺を入れてオイルにしっかり絡ませます。麺をオイルでコーティングするイメージです。混ぜたらそこに先ほどの A を入れます。これも、しっかり混ぜてください。バターが溶けてきたら粉チーズ、塩コショウを入れます。よく混ざったら火を止めてお皿に盛り付けましょう。この時のポイントは高いところから渦が巻くように麺を置くことです。さあ、最後です。パスタの中心に卵を乗せるためのくぼみを作っておきましょう。仕上げに粉チーズ、黒胡椒、パセリの順で乗せます。そうすると綺麗に、仕上げることができますので、この順番守ってくださいね。最後に温玉を乗せたら完成です。簡単ですよね。さあ、こちら至極のナポリタン、美味しそうでしょう。 Gトリップで大人気のメニューでした。ぜひね、いろんなものを混ぜてみていろいろなバージョンを試してみましょう。 Gトリップでも、いろんな味ありました。これを日本一周の時には完全なレシピで皆さんにも食べていただけたらと思っております。バーベキューとともに、こちらの方もお願いします。出発が伸びて2020年6月出発予定になっております。今後クラウドファンディングもやる予定ですので、よろしくお願いいたします。お家でできる至極のナポリタン、いかがだったでしょうか。お友達やご家族に作ってあげてくださいね。また作りやっこしてみるのも面白いかもしれませんよ。それでは、良かったと思う方はチャンネル登録よろしくお願いします。いいねボタンも押してくださいね。それでは原田敦史でした。原田全部、またお楽しみに。